新難波線福駅、最終列車の運行後、下り線ホームに作業員や建設機械が続々と入ってきます。構築しているのは頑丈な通路、仮設した下り線のホームと改札がある駅舎を結びます。およそ100年もの間使われてきた線路を越え、新たな福駅誕生に向けて一歩近づくための通路、一夜にして完成しました。淀川右岸に位置する阪神難波線福駅、2023年9月30日福駅周辺で下り線の切り替え工事を実施しました。福駅と線路が最終的に高架化されるまでの仮下り線です。線路の位置が変わるため、福駅では仮下り線用に下り線のホームを移設する必要がありました。そこで改札がある下り線の駅舎はそのまま利用し、かつての線路を乗り越えて仮下り線ホームにつながる通路を構築します。工事当夜、最終列車の運行後に作業がスタート。翌朝の始発列車の時間までに完了させなければなりません。線路の切り替え工事と同時に、福駅では仮下り線ホームの整備と通路設置を進めます。限られた時間の中で順調に作業は進みました。工事完了後、列車の試運転を行います。厳密なチェックを経て、いよいよ始発の時。無事に列車を見届けて安心する瞬間です。また10月3日には福駅東踏切の移設も行い、踏切の距離が従来の長さに戻りました。2032年の工事完成に向けて、今後も安全に配慮をして工事を進めてまいります。阪神電車はお客様や地域の皆様が笑顔で過ごせる未来を作るため、今日も前へと進んでいます。